下松駅は、山口県下松市、大浅西豊高にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道山陽本線の駅。徳山駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本、広島メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅。緑の窓口、自動券売機が置かれているが、愛子川エリア対象外のため使用できず、自動改札機も設置されていない。 大阪府岸和田市にある阪和線の下松駅と区別するため、当駅発着の乗車券には、下松と印字される。旅客駅としては、単式、島式の複合型2面3線ホームを持つ、地上駅である。京上駅舎を有する。下り本線は1番乗り場、上り本線は3番乗り場で、1番乗り場が、単式ホーム。2番乗り場は上下共用の対比線である。 一番乗り場と二番乗り場の間には、ホームのない抽選があったが、現在は、撤去されている。愛子化は、北洋であるが、2022年春に利用できるようになる予定。日立製作所、笠戸事業所への専用線が付設されており、公私鉄道車両輸送列車の始発駅となっている。かつては、その専用線から、東洋後半下松工場や日本石油、 生成下松製油所への専用船が分岐しており、シャーツ物廃止までは、駅構内に、タンク車、有害者の姿を見ることができた。南口国、県、市の補助や支援による、下松駅前市街地再開発事業で2006年11月、再開発ビル、ツインスター二棟が完成した。ビルには、市営の駅南地区市民交流センターも設けられた。これに伴い、 山口県道51号、下松停車場線も拡幅され、駅前は見違えるように整備された。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。